さあこちら、この前な、この前、動画撮って、ごめんそのまま忘れてました、すいません、でこちら、脅威の、アニメ妖怪人間ベムのなんと、妖怪バージョンでございます。あの前回の動画では人間バージョンやな、こっちベム、ベラ、ベロねが人間バージョンやった。はい、僕ら今でもさやで、これね、あのベム、ベラ、ベロって言うやん、言ったら頭の中で妖怪人間って必ず流れるもんな、テロップがテロップが流れんねん。だからベム、ベラ、ベロって言ったら歌がもう必ずやん、闇に隠れて生きるとかって出てくるもん、妖怪人間な、すごいな、指が3本しかないねん。これもしかしたらやけど、ルーカスフィルムやな、マスターヨーダー、マスターヨーダーって指が3本しかないねんけど、マスターヨーダーが指3本しかないのはもしかして妖怪人間の影響なんかなって。ジョージ・ルーカス日本好きやからな、見て3本しかない指見て、でマスターヨーダが指3本しかないねみたいな、まあ、関係ないか。もうこれはね本当に僕ら小学校入る前ぐらいにやってたのかな、妖怪人間ベム。これはね本当に見たら夜怖くてトイレが行かれへんっていうの令和の今頃に言う話題じゃないけど、ほんまに夜ねトイレ行くのが怖かった。特にこの妖怪人間、あとね怖かったアニメで、当時もこの前も言ってるよな、やっぱりね小学校と小学校ぐらい前後で低学年ぐらいまでで見てて怖いなと思ったアニメが、まずこの妖怪人間ベムで、あと初期のやね、初期のドロロンエンマくん、最初の方やな、ドロロンエンマくんで、あとね、そうやな、やっぱあかんな、言うたらあれは放送禁止だったら困るからなじゃねんけど、妖怪人間ベムはねほんまに怖かった。何が怖いねんって言ったら、人間が怖いねんな。妖怪人間ベムっていうのはアニメが怖いんじゃなくって出てくる人間たちが怖いねん。あれからちょっと僕も改めて見たことがあんねんけど、妖怪人間ベムの怖さっていうのはこの3人の妖怪人間よりも人間の方が怖いねん。平気で嘘をついたり平気で裏切ったりとかやるのは人間が怖いなと思う時があって、でそれと全くノーカウントで、妖怪人間ベムで怖かったシーンっていうのがあるのが、まずはねベム、ベロやな、ベロが口先女やったかな、懐かしいな、口先女かなんかに頭ごと、口先女に頭ごと頭丸飲みされんねん、口先女みたいな女の人に。で、意識失うねん、ベムが。ベロやが、ベロが。頭丸ごと飲み込まれて、気失うシーンがあんねんけど、もう小学校前の子供が見たらちびるで。あれは、ほんまにちびるって。うん。怖っって思ったもん。ベロかなんかがね、ほんで、気失ってやで。気失うねんけど、そのね口先女かなんかは人間の生気、生きてる力を吸い取んねんけど、ベロかなんかをね頭丸飲みすんねんけど、ベロが死ねへんねんな、妖怪人間やから。うん、そういうオチやねん、怖いで。でドロロンエンマくんが怖かったんはまずはね、ドロロンエンマくん自体の設定が怖いねんな。ドロロンエンマくんって何なんて言ったら、
エンマ大王やな、悪いことやったら地獄に落ちんねんけど、その地獄のやんか、エンマ大王の甥っ子かなんかやねんな、ドローンエンマくんが。その小学校ぐらいの前後の子供が見て、地獄っていうところがね、あの設定がその地獄があるっていうこと自体が怖いねんな。地獄があること自体が怖いね。うん。ほんで、あの出てくる妖怪やな、ドロロンエンマくんに出てくる妖怪が、あのね昔の汚い団地やな、汚い昔からありそうな古い団地かなんかの天井から出てくるとか。あ、怖いのよな、あれ。階段やな、階段かなんかやな、階段、古い団地かなんかの、古い団地かなんかの階段を、歩いてたら後ろから誰かがついてくるみたいな、あの怖い設定が。まあ、あれ、住んだことない人分からへんやろうけど、うん、結構怖いのよな。歩いてたら後ろから誰かついてきてんちゃうみたいなところとか、ドロロンエンマくん怖いねん。でね、あと、一番怖かったんは、今はもうないけど、昔あったんがね、梅津和夫さんが書いてた漫画で、まことちゃんってやってんやん。まことちゃん。ぐわしとかってやってるやつな。まことちゃんも、ギャグ漫画の時のまことちゃんと、ギャグ漫画の時のまことちゃんと、あのね、怖い話をする時のまことちゃんってね、内容が全く違うねんな、あれ。ギャグ漫画の時のまことちゃんと、怖い話になった時のまことちゃんな、全然怖さが違うねんやんか。うん。笑うとこないねんな、あれ、まことちゃんって。今やったら、どうやろうな、梅津和夫さんのまことちゃんってね、単行本にできんはずやで。コミックにできんはずやねん。発売がちょっと厳しいっていうの、コンプライアンス的に。まことちゃん、抜き出したやつやったら別やで、笑う話ばっかりのまことちゃんやったらいけるやろうけど、全部入れた完全版は難しいんじゃよ。僕らがね、小学校の高学年ぐらいの時も言っててん、コミックで難しい、アニメもやってたけどちょっとあかんやろっていう漫画っていうのがあったとしたら、例えば、これやな、妖怪人間ベムで、あとまことちゃん、それとあとはもう知ってる人50代以上やけど、ダメ親父やな、ダメ親父は絶対にもう、コミックとかアニメも絶対無理なはずやねん。ダメ親父はエグかったもんな、お父さんもう半殺しにあって、とてつもないことをされている、ダメ親父。怖いなぁ、思ったもんな。で、これ、妖怪人間ベム。な、早く人間になりたいとか言うて。これ、テレビ、歌でやってねんな。最初、あれやねん、いつも同じやねんな。なんか泡みたいなやつが、ドロドロのとこから、ボコンボコンとかって泡が破裂するところから始まって、な、一つの細胞が二つに分かれ、その一つがまた二つに分かれ、とかっていうところから、な、ダーン、ダッ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 ダーンとか言って出てくるのが、ベムから出てくるね。で、次がベラ。これ。ベロ。出てくる。な、これ、妖怪人間、ベム。ちょっと開けようか。ちょっと9分も使ってもうたん、久しぶりやけど。久しぶりに使ってもうたわ。妖怪人間、ベムのために。これ。完成写真。ちょっと似てないけどな。ベムはもっとね、いかつい感じやねん、体が。ベラはやっぱり、ムチ持ってなあかんねん、ムチ。ムチ。ベロはね、か弱い感じやねんけどな、これ。ビビんのがここやな。で、ほら。これ、なんなんこれみたいな。これ。
これ入れんでええ言うてんのにあのビニールに入っててよ。これはベロやな、ベロの頭。ようこんなレジンで売ろうと思ったよなと思うよな。これ実は全部開いてんねん、全部店で全部中に見てるからやねん。これが、これはベラやな、ベラ、シャーってやってるやつやな。見てほら、ベラ、これがベロ、頭が大きいね、ここ脳みそのとこが。これ多分広告審査落ちん、多分これベロの体やな、多分これ。あのね、次元大輔の、次元大輔のね、あの小林清さんがやったのかな、ベム。あ、これがベロや、ごめん、こっちがベロやったな。でこれがベムか、待ってや、せやん、ベロの方が頭大きいやんみたいな。まあまあさ、まあええけど、別に、ちょっと待ってや、ボディ、あかんで、あんたはもう横横してんやろお前。これがベム、どっちや、こうか、こんなボディやったんかな。な、並べてみる。ちょっと猫がいてて危険やけど、こっちや。なんか梅津和夫みたいになっていたな、これこれ全部ね、あるかどうか全部店に見てんねん、一回間違いなく見てんねん。まあ、あとで揉めんの嫌やから。ステッキはついてなかったのかな、確かステッキはついてなかったような気がすんな。店の店員がまた巻き寄ったんやな、これな。これ足、ちょっと、あ、ステッキついてるやん、ラッキー。こうや、ごめんごめん、ステッキついとったわ。いらんねんけどね、このチクチは。ね、ちっちゃいやつが足やね。これがベロ。これがベラ。ベラの足。これがあれや。ベムや。これがベラ。場所が足りひんな。ってや、今もこうやってる間にあれ妖怪人間の歌が頭の中ずっと流れてるもんな。闇に隠れて生きる俺たちは妖怪人間なのさ、タッタタッタッタッタラーやね、とかって言ってやってんのかな。ずっとコーラス E でこんな感じやな。よっ、ベム、本体、頭、杖と右手、左手、なんとか、ね、ベラ、本体、な、右足首、左足首、右手、左手、歯、ランナー、これやな、ベロ、本体、な、すごいな、これ妖怪人間、こうブラッシュアップしたくなるよな、ちょっといかつく。こんな色やったかな、ベロって。ベラはこんなんやったと思うで、
で、これで鞭を持ってんねんな。普段ね、左腕やったかな。左腕にくる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 って巻いてる、なんか飾りみたいなやつが、実は鞭やねん。ベラは。うん。鞭の使い手。で、ベムはこのステッキやな。ステッキ持って変身するときもそうやねん。ベムだけ、ガンダーとかって言って変身すんねん。ベロは何かあったら急に変身すんねん。なんかこれ妖怪人間、俺たちは妖怪人間なのさ。やなあこれ、もう一回ちょっと厳しくあれやな、ちょっと見てからしたいねんけど、妖怪人間ベムって検索しても出てけえへんのよな、もう。出てけえへん。うん、おかしくね、これ。ベム、ベラって書いたんで。ベロやろ。これ。な。歯のランナーは。な。一回ちょっとあれやな、ちょっと綺麗にしてみたいな、これな。一回綺麗にして。で、その上で、何な、3D プリンターかなんかで。誰だ、これ。なあ。